皆様こんにちは。スズランの剣のコンポーザーをしている崎本と申します。スズランの剣に関しては画面から受ける印象というのは、先ほど言ったようなその妙な凄みを感じるとかそういうものはあるんですけど、僕たちの世代の人間がそのドット絵とかに携わってた理由というのは、基本的にそのハードウェアの制約から来るものなんですね。まあその反面、今はそのもっといろんな表現方法があるんですよね。その中でそのスズランの剣では、ドット絵をわざわざ選んでるわけですよ。だからそうなると、この表現方法でしか到達できないようなところを目指していたりとか、実際のところやってるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。まず一番最初にそのシナリオとかを見ていてですね、かなり深刻な話なんだなっていうのはよく分かってですね、でそうなると最後どういうふうになるのか僕自身も当然知らないわけで、そういう作品をどういうふうに作っていったらいいかっていうのが、ちょっと一瞬分からなくなったりとかしたんですけど、それでもその時その時、ゲームの進行に応じて感じられるものっていうのを最大限出していこうっていうふうにやっています。この物語はですね、プレイヤーの皆様と一緒に作っていく、またそれがちゃんとうまく盛り上がれるような感じの曲にしたいと思っていますので、ぜひ発売しましたらよろしくお願いします。Retro turn-based tactical game complemented by Japanese vintage style soundtrack. Stay tuned for the exclusive experience of Sword of Convalaria.